京都東山にある安井こんぴら宮で9月の第4月曜日に行われる串祭りを見物に行きました。串祭りは女性の髪に華やかさを与えてくれた使い古したり折れた串に感謝を表し供養する祭りです。境内の串塚前で串供養の式典が行われ、その後時代風俗行列が祇園界隈を練り歩きます。主催人の崇徳天皇は保元の乱で敗れ讃岐に流され、こんぴら宮で一切の欲を絶ってこもられたことから、安井こんぴら宮は縁切り縁結びの御利益で有名です。本堂の横の大きな石の穴を通り抜ける珍しい願掛けが人気で、芸妓さんや舞妓さん、芸能人のお参りも多いそうです。境内にある串塚は串に感謝を捧げ、使い古したり傷んだ串を供養するため、昭和36年9月4日に第1回串祭りが始められました。供養式典を前に準備が行われ、また時代風俗行列に参加の方が次々と会館へ集まってこられます。串塚の式典会場には参拝の方が入場し、式典が行われます。供養式典が終わると、本殿前の舞台で舞妓さんによる舞黒髪が奉納されました。時代行列の参加される人たちは、京都美容文化クラブの方で、すべて地毛で、カツラでは参加はできないそうです。午後2時過ぎ、境内から時代風俗行列が安井神社を出発し、祇園界隈を練り歩きます。
女性の神に華やかさを与えてくれる櫛に感謝し、古代から現代までの髪型と衣装で練り歩く女性の時代祭りは、祇園の風景とともに美しさを見せてくれる祭りでした。